せーの、みんな起きてる？ゆうちゃみこと小川愛菜と。こんにちは、みりちゃむです。はい、ということで今日の企画はゆうちゃみの顔に私のメイクをしてみた。イエイ。え、めっちゃいい感じ。そう、今ね、うん、もうすでにしてあるんですけど、うんうん、それまでの工程を今から見せていくので、よかったら皆さん見てみてください。ということでどうぞ。はい、ということで早速始めていこうと思います。お願いします。はい、でカラコンはいつも私がつけてるこれですね。ツインクルアイズのヘーゼルをつけてもらいました。結構発色いいな。そう、めっちゃ発色いい。で、全然いつもと違う感じ。確かに、いつも普通にしかつけへんからね。そうだよね、うん、なんか茶系のつけてるイメージがある。そうそう、ベースはもうしてもらってるんで眉毛から描いていこうと思います。黒みちゃんあげる。え、やっと、かわいい。反対もあるよ。かわいいよな、これ。待って、絶対さ、それそう、逆さま。違う、こっちか。こっちや。かわいい。黒みちゃんはつけてもらいます。じゃあ眉毛からインテグレートビューティートリックアイブロウを使っていきます。すごい、自前がめっちゃしっかり生えてる。で、まずここの2番目に濃い色を取って、めっちゃしっかり生えてるね。うん、で、一番濃い色でちょっと描いていきます。眉尻が、肌がめっちゃ綺麗なんだけど。とりあえず片方こうやって自前に沿って描いていくイメージであります。なんか眉毛描くのめっちゃうまない？今下手になっちゃったの。え、逆に？逆にね、うん、で、次これですね、キャンメイクのアイブロウペンシル、何？形を描いていきます。結構キリッと多分なる。マジ、人の眉毛描くの苦手かもしれない。待って、怖い怖い。なんで？でも結構自分が生えてるんだよ。もうこんぐらいの感じで。そしたらもう一回アイブロウパウダーを取って、髪色が明るいんでここの真ん中の色を取ってぼかしていきます。こっちを、はい、とりあえずこんな感じです。今反対側も同じようにやっていきます。やっていきます。はい。シュールやな、これ。そう、思う。私、しゃべんなくなっちゃうからさ、メイクすると。なんで眉毛形綺麗なんだけど。マジ？うん。ママがやってるからかな。ママにやったらやってる。眉毛うまい。はい、両前やった感じがこんな感じです。じゃん。濃いね、やっぱ。濃いかな。どうだろう、普通じゃない？ほんと？うん。で、そしたら次にこちらです。コンシーラークリームですね。これはニックスのコンシーラーです。こういう筆にとって眉毛の形を整えていきます。だって消しすぎた。はい、片方をやった感じがこんな感じなんですけど、ここまであんま多分変わりは分かんないと思う。あ、でも綺麗。ちょっとキリッとさせた感じです。反対も同じようにやっていきます。はい、両前はこんな感じです。じゃーん。次は一回涙袋を描きます。で、さっき使ったやつなんですけど、この順番通りに目頭の方から塗っていきます。ちょっと待って、目合わせないで。こういう風に今左側だけやったんですけど、とりあえずの感じでなんか目安みたいなので描いていきます。はい、まあとりあえずの感じで描いていきます。まあこれはアイシャドウのための目安みたいな感じです。で、そしたら次 LB の GJ アイズの GW です。 G 多くね。多い。多い。で、これをまぶたとここに塗るんですけど、これをまぶたに塗ります。結構ね、がっつり塗っていきます。はい、とりあえずこんな感じでアイシャドウ下地を塗りました。はい、で、そしたら次なんですけど、こちらです。ケイトのザ・アイカラーの007番を使っていきます。
これを重ねてギラギラにしていきます。怖い怖い、真ん中入れちゃいそう、めっちゃ怖い。ちょっと待って、筆使ってやろうかな、うん、え、大丈夫やで、ね、全然筆を使って涙袋をやっていきます。はい、今固めやった感じがこんな感じです。キラッキラ、うん、感じめっちゃいい。え、これどこの、これね、ケイトなの。めっちゃいいな、これやばいよね、うん、そしたらハートアイもやっていきます。マジ、私のメイクしたらどんなになるのか想像つかない、いつもだって割と甘め、うん、とかじゃない、うんうんうん、え、怖い、ギラギラ、いいよな、ギラギラ、マジでギラギラ最強。はい、こんな感じです。え、めっちゃ遠くない、人に次こちらです。ちょっと韓国語で書いてあってわかんない、ミシャのアイシャドウですね、うん、でこれをこれちょっとピンク系のラメが入ってるんでちょっと重ね塗りしていきます。でも塗ってもそんな多分ねあんまわかんないと思う、動画を知らんと、うん、下まぶたはほんとここの何中間部分ぐらい、はい、で片方塗った感じがこんな感じなんですけど、あんまわかんないでしょ。いやでもこっちの方がちょっと白っぽくない？そう、なんかね、うんうん、細かいピンクとラメがすごいよな。そう、すごいのザクザクなんで、うん、ちょっと重ねてラメラメ感を増していきます。で反対もやっていきます。 OK、 こんな感じです。両目はそしたらまたまたケイトですね。ケイトのさっきも使ったザ・アイカラーの27番、でこれ茶系なんでここはブラウンとかいう色だったかな、うん、これを二重幅の2倍ぐらいに塗っていきます。で下まぶたもこの目尻部分から中心部分ら辺まで塗っていきます。はい、片方やった感じがこんな感じです。え、いい感じやな、マジで。そう、うん、茶系ばっか、ほんとに、うん、あ、待って、もうちょっと塗ってもいいかも、ゆうちゃみ。確かに、ちょっと足します。はい、こんな感じです。そしたら、反対側も同じようにやっていきます。両方、こんな感じです。こんな感じです。そしたら、こちらを作っていきます。サナエクセルのスキニーリッチシャドウですね。これの、ここの一番暗いブラウンを使っていきます。で、これを二重幅と目尻の下の際、うん、3分の1ぐらいに塗っていきます。あ、がっつりパンダに塗るぐらい塗ります、うん、そしたらチップの細い方でやっていきます。 OK、 はい、片方やった感じがこんな感じです。すごい、マジギラギラやな、やばい。まあアイシャドウは基本ブラウンシャドウで私はやっていきます、うん、はい、反対も同じようにやっていきます。 OK、 はい、アイシャドウはこんな感じです。ギラギラですね。そしたら次は、まあ、持ち運び用のルーラーでまつげを、さすがに私が上げるのは怖いので上下上げ下げしてください。はい、上を上げて下は下げて。最近どうなの、ゆうがくんと。最近、うん、普通に仲いいよ。横にいるんですけどね。そこにいるんですよ。皆さんこんにちは。めっちゃ羨ましいんだけど。で、そしたら次アイラインを引いていきます。こちらですね、キャンメイクラスティングリキッドライナーの01番を使って。え、てかネイル似てない？え、ほんとだ。じゃあ聞いてよ、ネイルが似てる以前に、うん、見て、そう顔ケース一緒なの。しかもさ、ネイル大理石じゃね。え、そうだから、あ、やば、奇跡、かぶってる、めっちゃ。ということで引いていきます。あ、オッケー。で、こうやって引いたら、え、めっちゃいい感じ。次、粘膜を、同じなんだけど、うん、なんか今2本あるんですよ、これ同じアイラインが、うん、で、なんか前に使ってたちょっと毛がボサボサになっちゃったやつを粘膜の方にいつも使ってます、うん、粘膜を埋めていきます。 OK、 反対もやっていきます。いつも埋める粘膜。うん、埋めないんだ、うん、あんま知らん。うん、なんか粘膜って何って感じ。何の粘膜って、ここのさ、ギリギリのところ、うん、こういうのよね。 OK、 目でかく見える。粘膜埋めた方が目パッチリして見えます、うん、一回この目尻ラインは引かないで置いておいて、私結構順番がバラバラなんですけど、うんうんうん、次はこれを使います。ダブルエクステンションセラムベースのマスカラ
ですね、ロレアルパリのやつで、うん、マスカラ塗るの怖え。マスカラはちょっと自分で塗ってもらおうと思うんですけど、うん、こっちの1番って書いてある方のマスカラ下地を下まつげにだけ塗ってください、うん、オッケーマグ。このマスカラはさすがに塗れない。最近楽しかったことは？楽しかったこと？ヒューガくんと。ヒューガと、うん、え、なんだろう、なんだろう。でもね、言ってね、そこまでね、お出かけしてないのよ。あ、そうなんや。でも、エルハメンバーでディズニー行ったのが最近楽しかったかなって。めっちゃ楽しい、ほんと。みんな仲いいからさ。うんうん、そうやね。出た？うん。で、そしたら、次、この下のやつを乾かしてる間に、うん、こちらを使います。キャンメイクシェーディングパウダーの01番を使って、シェーディングとノーズシャドウと涙袋を描いていきたいと思います。盛りだくさん。とりあえずシェーディングをしていきます。肌白いから大丈夫かな。こうやってくるくるってこめかみの部分とうんってやつで、で、うん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 って、そしたらここ頬骨の部分、うん、まあ E ラインですね、うん、特に。まあ反対もやっていきます。はい。ひよこがいる。ちょっと待って。ひよこどう？チャム？あ、ちょっと、ちょっとぽい。あ、ほんとほんとですか。はい、で、シェーディングこんな感じです。そしたら、ノーズシャドウに移っていきたいと思います。まあ、普通にこういうノーズシャドウ用のブラシが土の中であるんで、くるくるって取ったら、うん、鼻高いもんね。高くないよね。そしたら、小鼻に入れてから、このまま鼻筋にで、ここのくぼみの部分を一番濃くしていきます。結構がっつり塗ってきます。片方やった感じがこんな感じです。結構濃くない？そう、鼻低いのコンプレックスだからめっちゃ濃い。めっちゃ濃いな、普通に。はい、そしたら反対もやります。やっぱ、ちょっと見て、見て、鏡、うん、すんごい伸ばします。うん、めっちゃ苦手や。とりあえずこんな感じです。そしたらここの端っこの部分を使ってちょっと立って、鼻の頭1センチぐらいのところにシュッシュッシュッって入れます。で、そしたら涙袋を描いたこのブラシで平らに取って、この小鼻に丸く入れていきます。こうやって入れてちょっと指で動かします。で、そしたら反対も小鼻に沿って入れていきます。で、今ちょっと多分違和感あると思うんだけど、ハイライトで後でなじませます。はい。で、そしたら涙袋を描きます。うん。すごい。あ、で、涙袋はこっちの目頭の部分から描いちゃうとすごい違和感になっちゃうんで、目尻部分から描いていきます。はい、こんな感じです。そしたら反対も描いていきます。何歳そう？ヒューガ、うん、4歳さ。うらやましい。うらやましい。こんな年離れてるの初めてのかもしれない。逆に何歳差まである今まで？1個上ってこと、うんうん、ほとんど同い年。同い年しかない。はい、こんな感じです、シェーディング類は。そしたら次、チークをしていきます。マジうらやましい、年上とか。私、年上しか逆に好きになったことないんだよね。はい、で、そしたらちょっとチークだけ忘れちゃったんで、このゆうちゃみのマックのやつを借りていきたいと思います。そしたらチーク塗っていきます。こうやって取って一回はたいて、この頬骨の部分から斜めに入れていきます。いつもは結構オレンジ目を使うんですけど、うん、今日はピンクを。なんかでも外から中にぼかすようなイメージ。はい、片方塗った感じはこんな感じです。血色が良くなりましたね。パウダーだけでもしてよかったな、下地。下地が何？え、なんてなんて。いや、下地パウダーだけでも塗った方がやりやすかったかなと思う。え、やりにくくない？あ、全然。あ、ベースしてないの？あ、うん。え？ベースしてないの？え？なんでなんでなんで。ワッションベースついてるって言ってた。いいと思う。うん、うん、ちょっと大失態。でも肌綺麗だね。そう、うん、クエンスターベースしてるのかと思って、綺麗すぎて分かんなかった。ということで両方やった感じがこんな感じです。そしたら次ハイライト、ボーントゥーグローハイライター。
ですね。これも NYX のハイライトになってます。そしたらハイライトを塗っていきます。で、普通に取ってこの鼻先にまずめっちゃ塗っていきます。で、そしたら鼻筋で T ゾーン、おでこやって、また余ったので鼻先やって、小鼻、目頭、ここの涙袋を C ゾーンに入れていきます。この眉下と眉上両方入れます。で、そしたらここの口の先のところに入れます。と、この口の下の部分と残ったので顎。ハイライトはおしまいなんだけど、また筆でちょっと余分なのを叩いていきます。はい、で、こんな感じで、そしたら眉マスカラをしていこうと思うんですけど、うん、多分私の眉マスカラだとグレー系なんで、うん、自分のやつのがいいよね。そうということで、眉マスカラしていきます。逆毛をこうやって立ててあげてから、こんな感じです。眉マスカラは私基本粉類が全部終わった後に塗るようにしてます、うんうん、次はつけまつげをつけていきたいと思います。そしたらこちらです。ダイヤモンドラッシュのリトルウィークシリーズのシークレットを使っていきます。そしたらまつげに糊をつけるんですけど、糊、うん、をつけてる間にマスカラをつけてもらいたいと思います。下まつげだけつけてください。ポケマルキャンメイクのブラックです。はい、結構キャンメイクユーザーかもしれない私は。え、いいの？え、めっちゃいい、安いし。はい、そしたらつけまつげつけていきたいと思います。スーパー乾かしたい。無理やろ。カチカチ言ってる。反対もつけます。乾かしたい。え、マジ可愛い。え、好き。超見つめ合ってる今。こんな感じかな。はい、つけまつげこんな感じです。え、もうよくない？めっちゃ気持ちいいよ。え、めっちゃいいよ。すげえ、赤抜けたって感じ。逆に。え、でもな、こっちの方がギャル感ある。かわいい、マジ。そしたら次にアイラインですね。目尻ラインの部分と下ラインを引いていきます。気持ちいい。気持ちいい。反対も引いていきます。上のここの目尻ライン引いた感じがこんな感じです。そしたら下ラインをちょっと引いていきます。下ラインは今こっちだけ描いたんですけど、目尻の部分だけちょっとオーバー目に引いていきます。で、後でぼかします。はい、反対もやります。こんな感じです、下ライン。そしたら次、筆を使って下ラインの部分をちょっとぼかしていきます。 OK。で、こんな感じで描いたんですけど、今思ったんですけど、上まつげにマスカラを塗るのを忘れてたので、ちょっと塗っていただきたいと思います。はい、いいか。うん。え、濃くなったな。で、そしたらもうリップだけだ。手当たりリップだぞ。塗っていただきます。リップこちらです。で、ショットオブカラーリップオイル、マックのやつです。ということで、やばっ。え、めっちゃ良くない？ということで、完成です。え、めっちゃいい感じ。はい、ということで、終わりました。イエイイエイ。あれだね、お兄さんギャルになった。え、確かに、なんかギャル。私なんかこうならないんだけど、なんで？似てます？あ、でも目の形とかが似てないからじゃない？多分それもあるね。うんうんうん、うん、どうですか？普通にめっちゃいいと思う。うん、マジでなんかね、大人っぽくなった。嬉しい嬉しい。あの、あざとさが消えたね。うんうんうん、そうね、ベースをね、ちょっと忘れたんですよね。やるの忘れてました。しといてもらえてだったんですけど、ちょっと頭から抜けてました。ごめんなさい、すいません。だからあざとさ消えてないね。うんうんうん。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ということで、ミリチャムとチャミでした。バイバーイ。